菓子局トンネル、現在は歩道になっている。菓子局トンネルの戦勝土木遺産プレート菓子局トンネルの登録有形文化財プレート級北陸線トンネル群とは、福井県鶴田市南越前町にある旧北陸本線の水道を中心とした鉄道移行群である。明治時代に付設され、1962年の北陸トンネル開通まで鉄道路線として使用された。 その後は、自動車道路に転用され、国道476号、県道207号となったが、列車運行当時の遺構が、随所に残っている。21世紀になって近代解産として評価され、土木学会の戦勝土木遺産に、選定、また国の登録有形文化財に登録されている。なお、戦勝土木遺産では、名称は、旧北陸本線トンネル群である。 旧北陸本線は1893年から1896年の後期を経て、鶴ヶ駅、福井駅間が開業した。その区間には古代からの交通の難所である木の目峠があり、13もの水道を建設することで鉄道を敷設した。現在も11の水道が残っている。水道以外にも険しい山地を通るため、築堤、橋梁、 暗挙などの土木構造物、急勾配を通過させるためのスイッチバック施設も残る。また昭和期の建設であるが、国内で最初期のロックシェッドも見られる。2016年2月に国の登録有形文化財となった建造物は以下の13件である。2014年の土木学会の戦勝土木遺産では、上記の内はナサンや暗挙、36六シェッド以外の11トンネル。 および、以下の施設が選定されている。また、文化財などの指定外だが、以下の駅の移行も残る。さらに、上記の旧北陸線トンネル群の対象から外れているが、滋賀県木の本駅から鶴ヶ駅の間も、さらに古い1880年から1882年に、鉄道が付設され、かつては旧北陸本線であった時期がある。この路線も現状は、 自動車道路となっているが、以下のような意向が残っている。ありがとうございます。